カマキリのどこがかっこいいんですかって、こういう質問があればあなたはどう答えますか？私はこの YouTube でカマキリ動画を上げまくっているので、日々こういう質問が日本中から、いや世界中から届くんですね。最近で言うとブラジルのリオデジャネイロからも直筆の手紙が送られてきましたと。まあポルトガル語で書かれてるんでよくわかんないんですけど、でこういう質問がされると多くの人はこぞって前足の鎌の部分がかっこいいだとか、狩りに迫力があってかっこいいだとか、昆虫界最強のハンターだとか、そういった答えがほとんどだと思うんですよ。でも実際そんなものはかっこよさの枝葉の部分でしかなくて、カマキリのかっこよさの本質は生き様なんですね。カマキリに魅せられた人はこの生き様に惹かれてカマキリのことが好きになるんですよ。で日々こうしてカマキリの生き様を近くで観察していると、自分の人生についても考えさせられることが多々あるんですね。一度きりの人生をどう生きるか、こういうことを夜な夜なカマキリを観察しながら一人考えると、中二病かよって感じなんですけど、まあ私は今年で30歳になるのでちょうど2週目の中二病なんですかね。いわゆる中二病リターンズ、暗黒へ導く呪いの矢。あなたは今の人生を全力で楽しめていますか？何かに挑戦していますか？というかそもそものところで人生って何なのか考えたことはありますか？それは言い換えるなら時間だと私は思うんですね。まあ時間っていうのも人間が作り出した一つの概念でしかないんですけど、非常に便利な概念で、何にどれだけの時間をかけるかっていうのがその人の人生となり、要は生き様になるってわけなんですね。その点において多くの人が時間をただの時間として捉えていて、1分1秒を全力で生きていない、そう思う瞬間が多々あって、まあそれは私も含めなんですけど、なのでこの点において人間はカマキリに学ぶべきことが多くあるんじゃないかなって。カマキリの寿命は飼育下でない限り基本的に半年ぐらいで、加えて半年生きれる個体というのはほんの一部で、大半のカマキリが厳しい自然界で成虫になれず死んでいく。それは餌をうまく捕食できなくて栄養摂取ができなかったり、他の昆虫や生き物に食べられたり、はたまたカマキリ同士で共食いをしたり、さまざまな原因があるんですけど、ただ生きていくというそれだけのことが人間とは厳しさのレベルが違くて、これポケモンで例えると人間がマサラタウンでコラッタと戦ってる中、カマキリはいきなりミュウツーと戦ってるみたいな、そのレベル感なんですね。こっちは言っても体当たりか尻尾を振るくらいしかやってこないと。一方で向こうは初手サイコキネシスを放ってくると、絶望ですね。まあそんな感じで生まれた瞬間から厳しすぎるバトルフィールドにカマキリはぶち込まれていて、だからこそ1分1秒その瞬間を全力で生きて成長していく、そして子孫を残していく、たとえ狩りの仕方がダサかろうが自分よりも大きくて一見無謀だと周りが思ってしまう狩りであろうが挑戦していく、こういった姿勢を我々人間も大事にすべきなんじゃないかなって。とまあごちゃごちゃ言いましたけれども、要するに我々人間がカマキリから学ぶべきはこの生き様って話で、そして幸いなことにこのチャンネルを見てくれてる皆さんはカマキリに魅了されてカマキリストになった仲間だからこそ伝わるものがあるんじゃないかと思って、
今日はそんな話をしてみました。そして最後にお知らせがあります。この度カマキリの魂を心に宿すカマキリストの皆様に向けてこんなものを作ってみました。2億年以上前からこの地球に生存してきた歴史の深いカマキリがプリントされたこの T シャツなので、お値段は1枚2億円にしようと思いましたが、今回は特別価格3500円で販売します。1分1秒を全力で生きる、そして挑戦する勇気を持つ、自分の決めた生き様を貫く、もちろん時にはくじけそうになったり辛くて逃げ出したいと思うこともあると思います。ただそんな時はあなたのそばで必死に生きるカマキリを観察してください。そしてまた一歩踏み出してください。そうして自分の成長可能性を信じていけば、きっとあなたの人生が終わるその時、いい人生だった、生き様を貫けた、そう思えるのではないでしょうか。カマキリを愛する仲間として、これからも共に全力で生きていきましょう。